桜坂46が12月31日、東京、渋谷の NHK ホールから生放送中の第74回 NHK 紅白歌合戦に出演した。桜坂46、モノクロのクール衣装で登場、2年ぶり3度目の出場となった桜坂46。今回は、都会的な映像がバックモニターに映し出された、紅白、スペシャルステージで藤吉夏鈴がセンターを務める、スタートオーバーを披露した。今回の衣装は、白いシャツに光沢がかった黒のパンツ衣装、ネクタイを合わせたクールなスタイル。メッセージ性のある歌詞を全身を使った激しいダンスで届け、会場からも大きな歓声が上がった。また、2024年1月31日、2月1日に代々木第一体育館にて卒業コンサートを開催し、グループを卒業する小林由依にとっては、今回が最後の、紅白、に。リハーサルでは、みんなと、お世話になったスタッフの皆さんと一緒に楽しんで終われたらと思います、と語っていたが、その言葉の通りメンバーと一体感のあるパフォーマンスで、最後の、紅白、を締めくくった。第74回 NHK 紅白歌合戦、12月31日、日曜日午後7時20分、第74回 NHK 紅白歌合戦のテーマは、ボーダレス、超えてつながる大晦日、音楽の力、が国や言葉、世代を超え、ボーダレス、に人と人とをつなぎ、感情を共有していってほしい、などの思いが込められる。司会は有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬光三アナウンサーが担当。放送は午後7時20分から11時45分まで、NHK 総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第一を予定している。また、第74回 NHK 紅白歌合戦、公式サイトにある画像を NHK プラスにログイン済みの端末でクリックすると、各出場歌手の歌唱シーンから見逃し視聴ができる。